宝覚寺は、奈良県吉野郡黒滝村にある寺院で、新言宗宝覚寺派の本山である。三号は百羅山。本尊は、如意林、観論。寺殿によれば、飛鳥時代の白宝六年に、天皇の命令によって縁の大図が開き、官平七年に、消防が中高したとされる。江戸時代の元六十三年、大五寺美本院に属して、修元道東山派を支配する。 諸国総警佐藤の寺として、明治5年の主言道廃止令まで大いに栄えた。第二次世界大戦後、昭和26年に独立して一派を形成し、新言州法格寺派の本山となった。黒滝村の中心部から北へ向かい、地蔵峠を越えた先の鳥住集落の東方、100階岳の山腹に位置する。地理的には、吉野山の南側に位置する。境内には、本堂のほか 一作、盆昇、社務所がある。また、稲荷神や地蔵菩薩などが祀られている。消防の病棟とされる宝塔は、栗の裏より100階だけに至る山道の途中にある。なお、栗の裏には、宝塔のレプリカがある。宝閣寺病棟宝閣寺病棟100階だけ中腹に位置する、宝閣寺から200メートルほど登ったところに所在する。消防の病棟と伝えられるが、 制作年期から、消防の供養土と思われる、総高は二百六十八点零センチメートルの石像で、大坂加賀間国名より、昌平十四年に、薩摩昆森行長により作られたことがわかる。薩摩昆森行長の作品は、本病棟の他は知られないが、鎌倉時代初期に来日した中国名衆出身の石膏の一人これ行松の末裔と考えられている。病棟は、 加工岩成で、陶身、樹座、亀氏、台座からなり、亀氏は、片座から亀の頭備子則を出した、珍しい形である。陶身部分の二重たる木、扉部など細部に至るまで、この時期の木製病棟の特徴を極めて成功に、模したもので、双輪から基礎の台座まで増消防移像造庫86.7センチメートル、日の木材をせ御作り、彩色、山伏姿の消防像。 頭に、宝手系頭入り、鈴掛け、すりばかま、つげさ、きキャハン、うげた姿で、左手に、こしょ、右手に尺状を持ち岩倉に腰掛けた姿である。元孫最古の消防像は、第五次回三道に伝存しその穏やかな顔立ちは、構想としての消防の特徴を捉えるが、本像は、主限道登山派の派層としての性格が強く現れた、もので、 額に三条のシワを刻み正面を見据える顔つきは、目元が明快で、第五次の消防像とは明らかに異なる。像内には、消防損死像などの墨書きがあり、天正十五年の年は、本像の制作年と考えられる。日像商人座像像高38.6センチメートル、檜の木一木像、玉眼、彩色、低発で包囲、釣り消さ姿。両手は、 膝上で左章を上に、前上院を組み、曲の上に、結果ふざし前に、もっそと、両袖先を長く垂らす、小さな創業像を。その姿が、日常の特色を表すというものではないが、その名称は次元による、頭部や前上院の手が、とりわけ大きく作られ、体部は、後ろ側の腰や尻を省略したかのように作られた、姿は、初めから意図されたもので後世の改造ではない。 室町時代後半の作と推定される。日渡り7月には、日渡りの御守が行われる。ホラ街が鳴り響く中、主権者や信者たちが燃えたぎる火の上を歩き、無病息災を祈願する。ありがとうございます。